つもありがとうございます。こんにちは。はい。元気？元気です。ありがとうございます。はい。いつものお願いね。かしこまりました。失礼いたします。あ、素敵。ウェルカムって書いてあるわ。はい。シェフがこれを書いて。あ、そうです。はい。ご用意させていただきました。綺麗だよね、本当にね。はい。美味しいしね。はい。こちら、どうぞ。うん、これやっぱり最後はいいね、ミルクティーね。そうね、あったかくてね。なかなかこうはいかないんだな。失礼いたします。うわ、すごい美味しそう。ちょっとバラの花がお好きということで、この間お伺いしたので。一回も買ってあげたことないんだよね、僕は。今度は本物を見て。はい、わかりました。私があげます。100万本だ。こんにちは。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。はい。お待たせいたしました。こちら。かわいい。これ書いてくれたの？どう？かわいい。ありがとう。嬉しい。嬉しそう。様が気持ちよくお帰りになってまた来てもらうっていうことを常に心がけております。雪が降った日には雪だるまとか、雪の結晶を描いたりとか、喜んでもらう、そして自分も楽しみながら仕事をすることで、どん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 いい雰囲気になって、明るくなった笑顔になって帰っていただけるので、その笑顔にするために自分が何をするのか、お客さんに何をしたら喜んでもらえるかっていうのを考えて行動することが私のホスピタリティだと思います。